それでは午前中最後になります。自治総合研修センター研修費ですね。ではご説明のよろしくお願いします。はい。事業番号4の自治総合研修センター研修費についてでございます。まず地方公務員法に基づき、県と広島市を除く市町の職員の資質向上のために研修を実施しております。文献改革の進展に伴い、各自治体独自の行政課題に対して的確に対応するための人材育成が非常に重要になっているという観点からでございます。事業内容でございますが、平成14年3月に広島自治人材開発機構という組織を設立いたしまして、それまで県と市町がそれぞれ実施していた研修を一本化して総合的に実施しております。研修は一般研修と特別研修の2種類ございますけれども、研修内容のところの一般研修は新規採用職員とかですね、新たに課長職になった職員と、一定の職位階層において受講が義務付けられている、研修でございます。特別研修は個別課題について各職員が選択的に受講できる研修ということになっております。コスト的にはですね、平成22年度予算額は、6930万2000円で、市町の職員の研修については、市町が負担しておりまして、財源内訳のうちその他というのは市町からの負担金等となっております。それから歳出内訳の一般研修特別研修にある金額は研修実施のために必要な経費でございます。基本的には外部講師を、出す。平成21年度の場合は 78.7% 外部講習を活用しておりまして、そのための委託料、報奨費等が多くを示しております。その他事務費等は研修のための教材や備品整備の経費でございます。また、先ほども総務事務の嘱託委員でもありましたけれども、正規職員の手数を削減しておりますので、非常勤を3名、経費を計上しております。裏面をお願いいたします。事業実績でございますが、毎年度約60の研修メニューについて県と市町の合わせて5000人以上の職員に研修を実施しております。県市町で実施することでスケールメリットを生かして効果的効率的な研修となっていると考えております。研修内容は毎年度見直しを行っておりまして、研修受講者によるアンケートでも約 96% が満足とやや満足ということで、我々としては高い満足度を示していると、考えております。で、事業の自己評価でございますけれども、研修の内容については、市町との共同でございますので、毎年度行政課題、それぞれの行政課題を持ち寄り、また受講者のアンケート等を参考にですね、我々と市町で議論して決定しております。で、講師も先ほど申しましたように 78% 外部講師を活用しておりますし、講師選定にあたっては、新しい講義をやる場合はですね、複数事業者による提案プレゼンテーションを実施して、最適な講師を選んでいると。次に比較参考値の欄に記載がありますけれども、包括的に外部委託している県もございます。この場合、我々としては講師選定が委託先の意向に限られるとかですね、県の実情、県や市町の実情に応じた研修になりにくいといったデメリットも多いと考えております。広島県では直接選定した外部講師を活用することによって、各研修に最適な講師を選定して委託以上の効果を上げていると考えております。また一部運営業務の委託というのも、考えられますけれども、一部のみということになると委託業務が限定的になりますので大きな効率化にならないと考えております。で、他県状況を示しておりますけれども、本県と同様に研修を直営としている県は24県、うち3県岐阜県、滋賀県、和歌山県については、委託をしていた状況からですね、先ほど申しましたように講師選択が限定的であるというような理由からですね、委託から直営に変更されていると聞いております。先ほど本県の行政改革についてですね、総務課長の方から説明したと思いますけれども、本県も厳しい行政改革をしており、職員数は大幅に減らしております。その中で文献改革も進めですね、市町の合併も全国的にトップクラスで、
まあ、行政体制として大きく変革する中でですね、そういう変革の中で、より高い変革意識を持った職員とかですね、政策形成能力を持った職員というのを育てていくというのは我々県もですし市町も大きな課題ですので、そうした視点でですね、運営していきたいと考えております。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではご質問のよろしくお願いいたします。じゃあ、すいません、広島人材、開発機構についてでございますけれども、その組織の運営方法およびですね、事務局等の、配置職員の、人数、あとは実際市町からもおそらく来ていると思いますが、その構成、いわゆる県職員なのか、市町なのかプロパなのか、それについて教えていただきたいと思います。そうですね、人材開発機構というのは、県と市町で共同して、人材開発機構県と市町で共同して設置しておりますけれども、いわゆる任意の協議会のようなものでございます。で、組織的にはですね、運営委員会、これは、市長会の会長とかからなる運営委員会、市長会の会長、町村会の会長、市の代表市長さん方からなる運営委員会、その下に調整会議という、担当の各市町の研修担当課長さん方からなるもので、事務局の方はですね、本県の組織である研修センター、自治総合研究センターの職員が運営の事務局でございます。で、おっしゃられた市町からの派遣ですけども、2名ほどですね、研修派遣ということで、表員のしておりますですね、1枚目の、人件費のところに10人と書いておりますけども、これが県が負担している県職員の人数が10人でございます。で、市からの派遣職員2名は市が人件費負担しておりますので、この外におりますという体制で、これに3名の非常勤という体制で、行っております。よろしいですか。葉岡、いかがでしょうか。一番ご説明の冒頭に、広島市を除きというふうにおっしゃったんですけれども、これは除いていらっしゃる理由はどういうことでしょうか。自治人材開発機構を整備するときにですね、まあ、広島市さんも一緒にやりませんかという話はいたしました。ただ、まあ、広島市さんの場合ですね、まあ、規模が大きくて自らその研修所を持っておられてですね、だいたい5000名程度の研修をされているということで、まあ、一緒にやるメリットがないと、当然負担金をいただくことになりますので、広島市さんは自分でやられるということで、現行ではですね、一部の連携はございますけれども、別々に運営させていただいているということでございます。今これ4箇所で開催されているんですね。基本的にこの、まあ、特に広島呉、まあ、というところ、まあ、近いところですけれども、まあ、あと呉とか三好、まあ、福山というのはちょっと地域的にはかなり離れているのが分かるんですが、その辺についての他のところでやるだけの理由とですね、塾場所が考えたときにコスト的にどんなものですか。市町と一緒にやっているということがございますので、広島は、まあ、かなり西に偏っておりますので、ですから市町の要するに、まあ、職員配置のボリューム、当然呉は、まあ、呉市役所結構多い、福山当然多いということで、ある程度地域性を考えないと、はい、まあ、一緒にやっているメリットが市町の方にも感じられないということで、はい、そこら辺は、まあ、コスト増になっている可能性はありますけども、市町と共同でやっているということで、まあ、地域的には分かるんです、はい、福山は特に分かります、はい、あとはまあ、三好とその呉がね、はい、実際のところ効率的にどうなるかなと、そのいわゆる受講市町一緒にやってたのも分かるし、はい、ただその受講者の人数とかね、規模から考えたときに、まあ、もう少しこう統合した方が効率がいいのかなと、講師さん講師の、まあ、いろんな問題から考えてもですね、どうなるかなという気はするんですけど、効率性ということでですね、議論できないことはないと考えますけども、はい、現行は、まあ、市町と協議して今の体制を決めておりますのでですね、特に非常に負担感があってですね、早急にその見直しを検討すべきという状況ではないと考えております。
逆にあの県今の呉とか三好地域の方々っていうのはやっぱりそれあのそこで開催されることによるメリットっていうのは相当ありますよね。それに対して負担金が多いとかいうのはないんですか、特に。あのそれはございません。ないんですね。はい。ちょっと確認させていただきます。あの最初の説明でですね、要は呉と尾道と福山の市単独での職員研修、も含めて統合するということで、で作って、で現状広島市を除く22市町と県が共同運営しているということですが、でこれを作ったことによって各市町のそれぞれの自分たちの研修というのは当然ながらやっているという理解でよろしいんですよね。例えば呉市、尾道市、福山市、まあね、非常に中核的な都市ですから、それはそれぞれの自治体ごとに独自の研修っていうのはあるんでしょ。独自の研修をやっておられます。独自の研修をやりながらあのこの自治人材開発機構の研修も利用されているということでございます。そうするとどの辺からどの辺まではというそのまあそれいろいろ違うでしょうけども、あのそういうことは常にこの協議会というか組織の中で協議しながら役割分担をされているということですか。あのどういう研修をするかというのは毎回あの市町のニーズを聞いて調整をするんですけども、全部のニーズを満たすことはできません。各市町とも自分でできる研修とこちらの方に依存したい研修というのがあってですね、まあ、それぞれの都合がもちろんあるんですけども、全部を満たすということになっていませんが、その最小公開数的なものを、お互い見つけながらやっているということでございます。いかがでしょうか。あと研修のテーマによってはですね、あの、まあ、広島県だけでは受講者が十分集まらないというようなものについては、例えば林県と一緒にやるとかですね、他県と一緒にこう研修をやってみるというような、今までそういった取り組みをされたとか今後考えているということはございますでしょうか。今のところですね、危機管理研修というのはですね、例えば自衛官も一緒にやるような、研修をやっているんですけれども、それは広島市と合同でやっております。ただ、林県まではまだ及んでないということでございます。はい、いかがでしょう。はい、嘱託委員の方が3名、まあ、予算計上という形でありますけれども、この近年のその嘱託委員の方の人数の推移が分かれば教えていただきます。ですね、ちょっと推移の数字を持ってないんですけども、初めて置いたのが平成14年この自治人材開発機構を置いて研修センターの組織を変えた時からでございます。その時2名で、いつの時点からか3名になっております。ここ近年は3名で推移をしているという理解でよろしいですか。はい、はい。すいません、県と市町との役割分担なんですけども、基本的には研修経費は市町の部分は市町ということになってますけど、運営経費、例えば事務費とかですねについての負担は基本的にはこの表を見る限りは県に偏せされているように見えますが、県負担ということでよろしいでしょうか。そうした運営費については県負担となっております。その考え方は基本的にはですね、折半、県と、市町の折半というふうに構想に立っているように見えるんですけども、その部分だけ県に偏っているお考えは何でしょうか。平成14年当時まさに文献改革を進め、市町村合併を進めですね、市町村の新しい体制を構築していくという、まあ、県の方針のもとにですね、市町の体制づくりを支援しますという、約束で、合併を進めてきたと。そういうことの背景の中でですね、こういう負担が決まっていると、平成14年当時はそういうことだったと思います。ちょっと私の方から、県の方で、これ全体を、一種統括されていて、でここで例えば市町と一緒になってやってらっしゃる。で、県の研修は 県の研修として、市町の研修という枠組みの中で県の方から見て市町の職員が、
一番身につけなきゃいけないものは何だというふうにお考えですか。つまりどこに成果目標というかそれを置かれているんでしょうか。成果目標なかなか難しいんですけども、文献一括法以降ですね、地方自体に求められるのはその国の指揮せでない、まあ市町で言えば県の言う通り仕事をするんではない、自分自らその考え、自ら法律を解釈し、政策を、形成していくと、そうしたことが求められるというふうに考えております。要はそういう意味でのその個人の想像力とかそういう企画力とかということですか。というのはですね、研修メニュー見させていただくとですね、爽やかマナー、クレーム対応、アサーティブコミュニケーション、自己開発、人づくり、地域セミナー、コーチング、論理力、ディベート、プレゼンテーション、企画資料作成、タイムマネジメント、発想力、企画力、情報収集、分析力というふうな、そうずっと並んでるんです。で今のお話とつながってくるんですが、結局何をもってプロフェッショナルというのかという、行政の研修ってそういうものだというふうに私自身は思うので、例えば専門的な分野の研修というのがメニュー見させていただくとかなり少ないような気がするんです。例えば税だとか契約だとか、それを各市町で独自にやっているということで、例えば今市町村でもですね、自分たちが仕事をする現場を動かすよりも現場の部分をアウトソーシングしてますよね。委託含めて、あるいは官民連携含めて地域の方々と、これもある意味で契約関係になったりですね、あるいはその公金そのものの扱いも含めた、いわゆるその何て言いますかね、法令遵守というようなことも当然出てくるというようなことを含めて、そういう要するに公務員として共通の、あるいは自治体職員として共通の一つの制度的な専門性みたいなものがベースにあって、初めて企画力とか想像力が生きてくる、自分で条例を作るということも含めてね、という部分からすると、どうもそのメニューの中にあまりそういうのが入ってない気がしたもんですから、そこのところはどういうふうに協議されているのかなというのはちょっとあったもんですから、ちょっとその状況聞か、まあ、その考え方を聞かせていただけますか。ごく限られたですね、税務とかですね、まあ、土木の設計とかですねそうした研修は、まあ、特定の部門でやられている、我々の研修センターでなくてですね、そういうことはございます。例えば税の研修なんか結構都道府県によっては県の方でそういう研修会を持ったりというのは、国は税務大学校持ってますけども、地方持ってませんから、県でかなり引っ張っておられるケースはあるので、ここには入ってない、また別に持ってるということですか。それは正確には私が存じ上げてないんですけども、税務課の方で市長の職員を対象にですね、そういう派遣の受け入れ研修とかこちらが行くとかいうこともやっておりますのでですね、全体の研修というのはやってると思っておりますけども、例えば契約もですね、いわゆる自治体で言えば契約担当の数人が動かしているのではなくて、実はそのベースとなる契約書だとか、いわゆる契約行為に関わる交渉事だとかっていうのは全部現場の担当がやってるわけですよね。そうするとその部分についての実務的な、地方自治法も含めて契約についての基礎的な部分というのは当然共通にマスターしなきゃいけないわけですよね。それが間違えると公金の不正支出みたいな、だから例えばそういうことをやりながら監査の指摘がなかなかいつまでたっても同じようなことが繰り返されているというような状況というのは多分全国あるんだと思うんですよ。そこのところは例えば県としてはどのようにお考えですか。今のご指摘は、契約実務についての研修を入れるべきかどうかという個別の話だと、例えば見ていただくとですね、かなり専門的な簿記の基礎だとかですね、企業経営分析だとかですね、債権回収実務だとかですね、これはニーズがあるわけなんです。ですから専門的なニーズがある中でどれを選択しているかというと、漏れているものも当然ありますけども、先ほども言いましたように可能なものですから、市町のニーズが重なるものの中から選ばせていただいているというふうにお考えください。いや、基本的にはニーズを踏まえてということですね。はい、はい、ちょっと視点を変えて言うとですね、事業の自己評価のところで、要するに直営でないとなかなか難しいんだというようなことが書かれてまして、ある面正しいと思うんですけども、私も研修メニューを拝見すると、今出てきたように例えばマナーでありますとか、簿記の入門みたいな話でありますとか、
相当一般性のあるようなコース、メニューがですねかなり並んでるっていう、別にそれはいけないわけではなくて、それは当然必要な部分がいると思うんですけどね。でそれらについては、その別に毎年その特化費会その出し入れがあるわけでは必ずしもなくて、おそらくそういった基本的なところっていうのは比較的長期にわたってずっとやっていらっしゃると思うんです。対象、例えば新入社員とか入れてですね、で例えばそういうところっていうところまでですね直営でやる必要があるんだろうかと。で非常にその専門性の高い分野っていうのは、あるとは思うんですが、それは必ずしも量的には多くないものですから、それはそれで、必要があれば直営でやればいいとは思うんですけども、そういったそのかなり一般的なメニューについて、民間委託にすると、コストが高くなりますって的なこと書かれてるんですけども、そういったそのコスト比較ですね、っていうのはどれぐらいやっていらっしゃるんだろうかというのをお聞かせいただければと思うんですが、民間委託できるかどうかという点では、先ほど言いましたように講師とは民間に委託しているわけなんです。ですからサマヤカマナーという講座を持ちましょうと我々考えたときに、これは昔から持ってますけども、ある年、契約した企業が講師を派遣したけども、その講師が非常にまずかったと。そうすると、別の企業にしましょうと。でその時は、公募してプレゼンテーションして、この企業の方がいい検証してくれるとこと、委託契約を結びますということで、その直営と言いながらもですね、そこの委託先を選ぶ、どういう能力を持った、講師を選ぶというところを直営でやらせてもらっているということでですね、ここをその講師の選定のところから委託してしまうということになって初めて、丸ままなんで、今はそういうことをやらせてもらっていて、直営というのは選ぶところまでが直営だというふうにお考えいただければと思うんですけど、今のお話で一般的なものは委託ができるんじゃないかという話だと、私が思うのはもっと専門的で高度なものこそ、専門の事業者さんに、研修プログラムの企画だとかその運営を含めて、委託を出した方がより良いものができるというケースもあるのではないかなと思うんですが、そういった点のお考えについてもちょっと伺わせていただけますでしょうか。すいません、一般的なものが委託できるというのは私が申し上げたんじゃなくて、専門的なものをもう含めて今と同じような形でですね、こういう専門的な講座が欲しいと、そしたらそれに対して、公募いたしましてですね、向こうの方がプロフェッショナルでございますから、プレゼンテーションを受けて、ああ この業者がいいなと、そこと委託しているということで、先ほど申しましたように 73% を、外部と申しましたけども、もっとですね、公務員の在り方とかですね、公務員倫理だとかですね、自治法の基礎だとかですね、そういった我々でも研修センターの講師でもできるようなものを、内部的にやっているということでですね、ほとんどが委託というふうに考えていただいた方がいいと思います。伺ってましたら、委託されているのは講師の選定について、委託をされているというふうに理解してたんですが、例えばプログラム全体をどういうプログラムにするかというようなこととか、ですね、テーマがこう、テーマについては、研修センターの方でお決めになって、大まかな仕様は決められた中で、より良いプログラムにするために提案を求めて、一括的にそのプログラムについては委託する、そういったこともされているということです。今おっしゃった通りでございます。ですからそういう企画はしますけども、企画内容を具体的にどうプログラムされるかというのは、そのプレゼンテーションを受けて決めております。すいません、一応研修をそれぞれですね、県市町でやってるんですけども、研修の分類としては、いわゆる人事管理的なものとですね、いわゆる一般知識の教養を身につけるものと大きく分けて2つに分かれると思います。でそれら研修を行った後にですね、事後のいわゆる研修評価フィードバックがどうされているかというところについて、県市町それぞれどういう形で、研修されていますでしょうか。恐れ入ります。市町の方の研修、まず評価ですけども、まずは一時的な評価というのは、研修終わった後の皆さんのアンケートというのが一時的な評価でございます。
次は、職場に帰ってどういうような行動の変化が現れてあろうという行動変容のところをチェックしないといけないというのが、評価の基礎だと思いますけども、そこのところの市町のフォローは、申し訳ないですけどしておりません。県の場合はですね、何ヶ月間後の行動変容というのはですね、チェックはしておりますけども、一部の研修に限っております。まあ、そのすぐに行動変容として現れるであろう研修というのについてですね、実は最近から始めてるんでですね、あまりその結果についての、分析というのが進められない、そういうことはやっております。まあ、あくまで意見なんですけど、あくまで人事課さんとして最終的に主体的にやられてるんで、そこら辺のいわゆる組織管理に、まあ、検証をどう結びつけるかっていうのは、まあ、今後いろいろと検証とかですね、今まさに考えられていることなんで、されていかれた方がいいかなというふうに思ってます。これはあくまで感想です。じゃあ加藤さん、ちょっと細かいことで恐縮ですけども、予算の金額についてお聞きしたいんですけども、今年度の予算とですね、前3年度を見ますとですね、今年度は22年度の予算は、特に旅費が非常に多いんですね。講師の旅費、研修費の税の旅費、まあ、もちろん資料の関係もあるんですが、特に、この旅費関係がですね、前2年に比べるとかなり多く予算取られてるんですけど、これはどういう理由からですか？予算と決算を比較されて、前年21年度22年度とですね、それと20の決算とこの22年度の予算ですね、特に何か講座の内容とかですね、差があるのか、これはちょっと拙いことを申しますけども、はい、研修者の旅費がここに入っております。はい、ですから研修生が、まあ、県内いろんなところから来ますから、旅費についてはかなり変動が大きくございます。はい、でその幅がございますので、まあ、少しバッファーを取ってですね、予算は設けているということで、決算ではそこが減っているというのがいうことでですね、大きな意味はないんですけども、まあ、実はそういったことでございます。まあ、特にね、昨年度は670万ぐらい、今年は1100万ということなので、まあ、取られて旅費だけではないんでしょうけども、まあ、そういう意味なんですね。わかりました。実態はそうでございます。はい、わかりました。よろしいでしょうか。まあ、こう事業仕分けで市とかでよくこの研修出てくるんですね。ほとんど同じメニューですね。トレンディーなんでしょうかね、爽やかマナーとか、言葉遣いの話とか、それはそれで本当に基礎的なことなんですが、まあ、小学校中学校の話ですよね。ただやっぱりね、税金かけてやってるということで含めてプロフェッショナルとしてどう磨いていくかという話、まあ、なのかと思うんですけどね。なかなかやっぱり一種そのここは本当にこういう中身のある研修をやっているというのに突き当たらないので、とはいうふうに、まあ、それは私の個人的感想でございますが、本当にプロ、行政のプロというのはどういうものかということは常々思っておりますけども、いかがでしょうか。はい、似たようなちょっと感想を見て申し訳ないんですけど、先ほど鈴木さんのご質問もあったんですが、このシートを拝見していると、この、まあ、研修のメニューを、まあ、いろいろ評価をしているされているその、まあ、様子があってベースがですね、受講者の満足度っていうのが、まあ、書かれていて、まあ、もちろんそれだけかどうかは分かりませんが、まあ、講じているのは、まあ、そういうのですね。で、受講者満足度ってそれはそれで大事だと思いますし、市長から子孫から見られる満足度も大事だと思うんですが、特にその接遇とかそのマナーとかっていう世界のでいうとですね、例えばその、市町村 の, その市民の方が例えば電話の応対が変わりましたとかですね、まあ、ちょっとあれですけど、その窓口の応対が変わりましたとか言葉遣いが変わりましたとかですね、一般的なメニューについて言うと、特にそういったところの評価っていうのがですね、本来は難しいんですけど、取り方難しいのはよく分かるんですが、本来はそれによって、サービスが行政サービスがどう変わったっていうことかっていうことを、その、まあ、県民の方なり市民町民の村民の方がそれをその評価をするというのが本来の研修の評価基準だとは思うんです。でなかなかそれがやり方として現実的に難しいこともよくわかるんですけれども、そういった取り組みっていうのはですね、そういった評価を、まあ、集める努力というのは、
県なりあるいはその市町村の方々やられた受講者出された市町村の方々でやっておられるような例はあるんでしょうか。申し訳ありませんけどそういう例はないと思います。まあ、市町に聞いてるわけじゃないんでそういうマナーの点についてはひょっとしたらアンケートした市町があるかもしれませんけども研修の会議の中でそういった取り組みを聞いてませんので、多分ないんじゃないかと申し上げています。はい、この近年の予算の総額がですね、まあ、6500万、5500万、5200万、6900万の本年度の予算でこれに対して研修の数が実績数というのが62回、61回、57回、まあ、ほぼ週1ぐらいのペースだと思うんですけれども研修の、まあ、かける費用と回数、まあ、多ければいいというものではないと思うんですがある意味一つのこう目安といいますかどの程度のレベル要望をすべて受けるというわけにはやはりいかないんだと思うんですね。どこかでこうさじ加減がなされているんだと思うんですがそのあたりのことをちょっとお聞きさせていただければと思います。今の研修トータルでかけるお金、ということでしょうか。まあ、トータルはですねなかなか限度は目安というのはなかなかないと思います。やはり予算の制約の中で現在の均衡が保たれているというふうに思っております。まあ、個々の研修単価の問題でしたらですね目安はあるかと思うんですけどもトータルは、そうですね今の受講ニーズと研修のボリューム受講者の定員との関係で見ますとですねほぼその拮抗しているというかですね、ある研修は受講予定者に対して、募集者に対して申し込む者が、3割超えとかですね、ある研修は少し下回るとかですね、そういった、受講希望者と受講定員との関係を見てますとですね、だけで見ますと、まあ、少し今、ボリューム感としてはちょっと少ないかなという程度の研修のボリュームだというふうに考えています。ちょっと言って先ほど冒頭ですかね始まった頃に評価者の方から説明質問があった件広島市との関係ですね。これは今まで例えば一緒にやろうとかという双方の呼びかけなり、ということはやられたことはある。この機構を作る時ですね平成14年度に向けては話をいたしました。それともう一点は、先ほどの研修ニーズなんかについて話し合う、市町の会議にはですね、広島市の研修センターからも参加いただいてですね、まあ、いろんな意見交換は常に行っております。ただこの中には入らない入ってこないというのはこれは広島市さんの考え方として入ってこないという理解になるんですね。おっしゃる通りでございます。広島市さんは研修センターを持ってすでに5000人規模の研修されているんでまあ相手には入るメリットはないというふうに考えています。逆に言えば、まあ、相互利用みたいな形で何かこう、まあ、やるとか逆に広島市例えば、4ブロックでやってらっしゃるんでしたっけこちらはと広島市内でもやるわけですよね。その部分については、まあ、やり方を変えるというようなことは可能性としてはあるわけでしょうか。広島市が広島市の研修センターのキャパをいっぱいに使って5000人の研修をされてて我々は広島にある研修センターの、キャパをいっぱいに使って研修しているということですのでなかなか広島市さんの研修所を借りてというのはですね難しいかと思います。いや場所の問題だけでなくて相互にその研修の機会を利用できるような形にはなっているかどうかという先ほど言いましたような共同でやる研修はございます。さらにそれを拡大していける可能性というのも、今後はあると考えております。はい、じゃあ今の話でいうと広島市さんの、まあ、5000人今研修されているということですけども例えばその、まあ、広島市さんにこっちに来てもらってですねそのこちらの研修の一環として、まあ、中に入ってもらうとしたときにその広島市さんの方々をの研修をこの、研修センターでやるキャパといいますかその稼働率からいってっていうのはもう全然ないんでしょうか。それは難しいことなのか可能であるのかっていうのは
ごく一部しか可能ではないと思います。あのキャパいっぱいいっぱいと考えております。あのまさにほぼ同規模の研修をされているのでですね、なかなかそれをこちらに振り向けるというのは難しいです。今、これは市の方にお伺いする話なんだと思いますけども、市の方であまり、メリットがないとおっしゃいましたけども、とはいえそのセンター2つなり それを回している機構をですね、統合してしまえば運営費のところはある程度コスある程度かなりのコスト削減効果があるんだと思うんですね。要するにそのヘッドクォーターは一つでいいはずですから。でそういう意味ではなんかそういったその運営費を削減するというような観点でのお話し合いっても特段今のところはされてはいない。これは当初話し合ったことですし、その後情報交換する中で向こうもそういう思いがないというのも分かっておりますので、今話し合いしてないというのは、そういうことでございます。あと広島さんは話は別としても運営費について今市町村の方は負担金は出してないわけです。運営費の県費で賄っていらっしゃるんですね。施設の管理とかそういったことは県で出しております。そこはその市町村からの負担を取るという考えは今のところないんですか。ご検討されたことはあるんでしょうか。それはなかなか先ほど当初の経緯がありますから、検討の可能性はないかと言われればありますけども、検討しましたともなかなか市町に対しても言いにくいというのが現実なんですけども。というのは理屈だけから考えれば市町村の方を対象する研修費そのものは市町村持ちというのは分かりますけども、その運営費もですね、割合というか率は分かりませんけれども、ある程度市町村の方々に持ってもらうというのもですね、現実的に難しいかどうかは別としてですね、理屈の上から言うとそれほどおかしな話ではないような気がするんですけど、おっしゃることは、県単独で言えばですね、県の財政にとってはメリットがあることで、考えてみる必要はあるかもしれませんけども、県の中の県と市町の中の負担の割合なんでですね、これがどうあるべきかというのは、県財政と市町財政の間だけの問題ですので、それは我々の中でまた考えていきたいと思っております。少なくとも対県民に与える影響というのはない部分だと考えております。はい、よろしいでしょうか。それではシートの方にお書き込みいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは評価結果をいただきたいと思います。こちらの、研修センターになります。不要というふうにお考えいらっしゃらない、民間もいらっしゃらないですね、国広域もいらっしゃらない、市町もいらっしゃらない、広島県要改善という方、4名ですね、そうしますと本郷さんは現行ということですね。はい、わかりました。それでは、要改善について、そうですね、松谷さん、今のやり取りの中でどういうふうな改善点があるかご指摘いただけると思います。すいません、やっぱり研修っていうのはしっかりやっていただかないと、県民へのサービス向上もちゃんとそれ全部つながっていると思うので、それはしっかりやっていただきたいんですけども、さっきちょっとコーディネーターの方が割と一般的な研修、それ研修をその新規採用の方とかの研修ですとか管理者の研修なんかはやっぱりこれは役所であっても民間企業であってもある程度やることっていうのは共通しているものが多いと思うんですけれども、これから研修内容をいろいろ検討される際にやっぱりよりその
地方文献のこととかもいろいろこれから激変していくと思うんですけれども、まあ、そういうことにこう特化した内容というのか、そういうのを充実させて、まあ、やっぱり県が市長 の, も含めてやるという意味はやっぱり、そういうところにもあるかなという気がしたもんですから、まあ、一層 の, その内容の充実というのをお願いしたいなというのが、まあ、感想ですけれども、ありがとうございます。じゃあ今おっしゃったこと と,、まあ、と基本的に私もそう思いますし、ちょっとおっしゃらなかった点で言うと、やっぱり一般的な研修メニュー、一般的なメニューのところで、例えばマナーとか鉄則とかっていうのは、ここで言った話でもありましたように、それを本当に研修でやるのかねっていうのはですね、いやこれは国の研修もあるんで、なかなか言いづらいんですけど、ちょっと疑問に思ってます。むしろそのオンザジョブトレーニングで、その上司がちゃんと教えればいいっていうところでの方が効果があるような面っていうのは結構あるんじゃないかと思ってまして、で一般的にマナーの研修をやめようとかなかなか言い出しにくいんだと思うんですね、経営しているようで。ただ本当にその研修が必要なのかどうかっていうのは、ちょっと今一度立ち戻って考えてみてもいいような部分が、一般論として一般的な研修ですね、その接遇とかマナーとかそういうところっていうのはあるんじゃないかなと。でもしそれがやっぱり必要だっていうことが言われるんであれば、ちょっと申し上げたように、その県民とか市町村民の方から見た時の評価ってみたいなのをやっぱり取った上で、やっぱりその、まあ、難しいですけども、それを一つの検証の材料にするみたいなことをしとかないと、マナー、電話の取り方大事ですよ、マナー大事ですよっていうのだけではですね、なかなかその一般的な研修っていうのは難しい。だからもしそれからなんか難しいのであれば、もういい、まあ、例えば辞めちゃって、そこはその職場内でのですね、まあ、上司が教えるみたいなことを充実させるというような方策もご検討いただくといいんじゃないかなということであります。それから市との関係についてはなかなか難しいのはよくわかるんですが、まあ、これもすぐにというわけはいきませんけども、運営費の面では結構な金額がかかっているわけで、多分市の方でもかかっているわけで、そこをそのある程度統合していく、いけばですね、まあ、それぞれ県と市の負担が半分とは言わないけれども、かなりその軽減される可能性というのはあるんじゃないかなというふうに思います。でこれは中期的にですね、ご検討いただくのが効果的なんじゃないかなということで、要改善と私はさせていただきました。はい、他に何か改善の指摘事項ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まあちょっと打足になりますが、私去年の秋から今年の春まで刷新会議事務局に入らせていただいて、霞が関の皆さんといろいろ一緒に仕事させていただいたんですがね、見習わない方がいい点もいくつかあるんですけど見習うべき点というか、本当にやっぱりね、勉強になる点がたくさんあるんですね。で県の職員の皆さん、結構国に行って仕事される方多いと思うんで、そこで自治体職員にもっと必要なものは何かと、見習わなくていい点と見習う点というか、勉強しなきゃいけない分野は何なのかって多分肌で感じられる部分があるんだと思うんですが、どうもその現場の特に市町レベルの研修プログラムの中にはそういったものが必ずしも反映されてないんじゃないかという実感を持っているんですね。やっぱりプロとしての今先ほど条例を自分たちで作る場合に必要なのはやっぱり法令も含めた基礎知識であったりという部分があるんですが、どうもなんかそう意識啓発の部分だけが先に立ってですね、実務の部分が伴わないということは本当にあるんだと思ってますので、それは市町の要望を聞くだけではなくて、本当に県と一緒に作ってるんですから、むしろ県の方でリーダーシップを発揮いただいて、で市町村職員一緒になってどうまさに県市町職員 の, そのまさにプロとしての公務員を育てていくかという観点で見直していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと私の打足になりましたが、以上でこちらについては終わらせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。